こんにちは。はい、ちょっと戻りましたね。はい、今日のお知らせはこちらですよね。アイランド代表ボブルビーニーのご紹介でございます。はい、ボブル、これですね。うん、これこれこれがついてるビーニー、カンタベリー製でございます。ちょっとね、はい、今アイランドで、これ面白いの、ここ今これを前にしてますよね。はい、そうすると後ろのロゴが分かれる、三角形のロゴの位置がですね、はい、だからこの何を前にするかですよね。あ、3個あるんだ。3個のことですよ。カンタベリーにしちゃうと、試着するとここにこう、はい、ここにこう、うん、ちょっとずれる。あんまいないですよね、多分。ボダフォンを前にするっていうのはボダフォン好きみたいな、お前ボダフォンかみたいなとこう言うけど、うん、いいですね。ちょっとです。まあまあビーニーの前後ろ論争っていうのはいっぱいあると思いますけど、うん、まあ結果ですよね、いつも言いますけど、お好きなところ、お好きな方を前にすればいいんじゃねえのっていう話ですよね。はい、で、これリバーシブルとかじゃないです。はい、で、内側見ると、これ見てみて、フリース生地になってるよ、内側が。すっごいあったかい。あったかそう。うん、めっちゃあったかいです。あったかいです。はい、なので、いいかな。すごくいいです。で、あ、やっぱりね、見てみてみて。これをほどくか切るかすれば取れる、ボブルは取れるぜっていう。なんでこんなにボブルを取りたがるのかわかんないですよね。取るなって話はボブルなんだっていう話でありますけれども、いや、そだってさ、もう50ですよ、私。まあ、50になってないですよ、全然なってないけど、もう見えてきてるおっさんがですよ、これでジュースとかなってたらやばいだろ。多分まあスキー場とか、あで、ギリギリで、ギリギリのライン。もう、ほんと許されてない。スキー場でもダメよ。なので、アイランド大好きでは被りたいんだけど、これがなって方は取れるっていう、はい、こういう情報、プチ情報ですね。はい。はい、で、素材なんですけど、多分アクリルポリエステルだと思いますけどね。フリースカイ、ポリ、やっぱり、すごくね、100% アクリル。ライニングが 100% ポリエステル。ね、アクリルとポリエステルでできてるんですよ、この大体。はい。いいですね。で、ロゴはですね、アイルランド以外、このカンタベリーと、ボダフォンは刺繍で入ってます。はい、で、このアイルランドのロゴに関して言うと、なんて言うのこれ。この、なんかこう、なんかを縫い付ける。なんて言うのこれ。このパッチじゃないけど、これ自体は刺繍でもね、なんかよくあるさ、タグみたいなのあるじゃん。はいはいはい。こういうの、こういうの、こういうの、うんうん。こういう状態のものが縫い付けられてると。はい。いうふうに思ってください。まあ、ほぼ間違いないです。あ、いいですね。すごくいい。すごくよろしいですね。うん、アイランドのカラーとして、これが今回こういうカラーなんですよね、多分ね。うん。間違いないですね。はい。まあまあまあ、アイランド代表ね、去年残念でしたけどね、ワールドカップ優勝候補なんて言われながらね、我らがオールブラックスに粉砕されましたけれども、そんなこと言って怒られましたね、一部アイランドファンの方もいらっしゃいますんでね。まあ、これがシックスネーションで始まりますけども、でも相変わらず、それは強いでしょう、ということでございます。で、アイランドは、今回、スポンサー変更のあれが来てないので、このままおそらく、カンタベリーさんで、しばらくは行くけど、4年後わかんないよ。あ、3年後、ごめん。4年後って言っちゃうね、3年後、次のワールドカップはどこになるかはまだ未定だと思います。わかんない、後ろで契約されてるかもしれない、ちょっとその情報はまだうち入ってきてないんで、はい、まあ今年2024はこれで行くってこれでカンタベリーで行くってのはもう間違いないということでございます。で、こちら、あんま多くないんですけど、実はこれカンタベリージャパンさんから入ってきてる商品なので、はい、タグがカンタベリージャパンのタグがついております。ジャパンというのはゴールドウィンさんの、はい、うん、タグがついて値段が書いてます。はい、合ってますね。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、の通りでございます。で、ちょっとね、カンタベリー自体はちょっとまだは全然読めないですけどね、まあ一回ワールドカップっていう祭典が終わったんで、各社各ブランド一回休息、今まさに今の今は終わったっつって、どっかでエンジンかけるの待ってるみたいな感じだと思うんでね。とはいってだんだんいろんな大会始まってきちゃうんで、まあいかなきゃいけないんだけども、大体ワールドカップの翌年っていうのはみんなこうなんていうかな、探り合いだよね、はい、で、来年ぐらいから本格的に次の3年次の4年とかね、見て動いていくということになってくると思います。今のところその国代表でスポンサー変わるって聞いてるのは我らが、残念ながらですね、フランスだけということなんですよ。これ言ったっけ、言えない、言ってもね、フランスが3本のラインに変わると
そうですね。はい。というわけでですね、アイルランド、まあまあ、イングランドにある、イギリスにある4カ国ですよね。の動向を常に注視しなきゃいけないとは思ってるんですけども、まあまあまあ、変わるかもしれないなっていうのは、ちょいちょいありますけど、またそれは情報入り次第ですね、アップしていきたいというふうに思っております。というアイルランドに関しては、2、4はカンタベリーさんで行くということでございます。ボブル、キャップ、ボブルヘッド。ボブルヘッドじゃないんだよ。ボブルキャップ。ボブルビーニ。ボブルビーニ。ボブルビーニね、まさかのですよ。あったか、あそこかなりあったかいんですよ。うん。なので、今の時期頃も寒いですからね、ぜひ、いいなと思う方はですね、ぜひ、よろしくお願いを申し上げます。こちら、東京店にも在庫ありますし、ウェブの方でも販売しますので、よろしければ見てみてください。というわけで、今日ご紹介したのは、アイルランド代表2324のボブルビーニのご紹介でした。